KRY 山口放送賞を受賞しました岩国少年柔道クラブ武田桃佳選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。今の気持ちを聞かせてください。今のとっても嬉しいです、どんな気持ちで今日は試合に臨んだんですか？お母さんにあのダイヤモンドのネックレスをあげたくて頑張ろうと思いました。プレゼントできましたね。はい試合の前お父さんお母さんからはどんなアドバイスがありましたか？自分から技をかけて自分から組手をしたら勝てれるよって言われました。そして今日は優勝してそして KRY 山口放送賞を取りました。どこが良かったと思いますか？決勝戦で綺麗な背負い投げが決まったのでいいと思いました。一番の得意技は背負い投げです。決まってどんな気持ちでした？とっても嬉しかったです。今後の目標を聞かせてください。今度は全国大会に出て全国大会で優勝することが目標です。頑張ってくださいね。はい続いてお父さんにお聞きします。おめでとうございます。ありがとうございます。お近くでご覧になってていかがでしたか？とてもよく頑張っていたと思います。これからの課題って何かありますか？すぐ泣くので泣かないように頑張ってもらいたいと思います。これからどんな大人になってほしいですか？礼儀作法そういうところがしっかりできる常識ある人間になってもらいたいと思います。お父さんも柔道選手だったんですよね？はいそうですいいプレゼントもらいましたね。はいおめでとうございます。ありがとうございました。